インディアナ巡州の地図と領域変遷の様子インディアナ巡州は1800年から1816年までのアメリカ合衆国の自治的領域である。アメリカ合衆国議会法によって創出され、1800年5月7日にジョン・アダムズ大統領が署名して法律となり、7月4日に発行となった。1787年に北西部条例によって成立した。 北西部領土内から初めて分離した新しい領域となった。当初のインディアナ順州の境界は北西部領土の領域のうちグレート・マイアミ川の西でインディアン湖の水源から西経八83度45分の経線に沿ってまっすぐ北に伸ばしたものであった。領域内には当初の北西部領土の大半であった今日のインディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州がそっくり含まれ、 また、ミネソタ州の一部も入っていた。さらに今日のミシガン州では、アッパー半島のほぼ全部と、ローアー半島の西半分も含まれており、ほんの一部ではあるが、今日のオハイオ州で、グレートマイアミ側の西も入っていた。この最後の部分は1803年にオハイオ州が成立した時、オハイオ州に組み込まれた。これと同時に、ミシガン州のローアー半島東半分が、 インディアナ巡州に組み入れられた。1804年10月1日から1805年7月4日まで、ルイジアナ領土の一部として、インディアナ巡州の知事や判事に対し、管理の権力が及んだ。ルイジアナ領土は1763年から1803年まで、スペインの支配下にあり、一時的にフランスに所属した後、1803年にアメリカが買収したものであり、 広大な地域であったので、ローアルイジアナとアッパーアルイジアナの大きく二つの地区に分けて管理することになった。インディアナ順州はこのアッパーアルイジアナ地区に組み込まれたものである。一時的な政府を創設する法律の下で、インディアナ順州の知事や判事は一年に二回、セントルイスで会合に参加することとされた。地区の住人は、新しいアメリカ合衆国政府の取り決めの多くに、 従うものとされた。1805年7月4日、ミシシッピ川より西の領域がルイジアナ巡州となり、インディアナ巡州は元の領域と管理体制に戻った。この期間に起こった注目すべき出来事はセントルイス条約の締結である。この条約でソーク族とホックス族がミズーリの北東部、イリノイの北部及びウィスコンシンの南部を アメリカ合衆国政府に活上した。この条約に対する不満から、インディアンたちは1812年に始まった、米英戦争でイギリス軍に組みし、ミズーリ、オハイオ、及びミシシッピ各川の地域を襲った。また1832年には、ブラックホーク戦争に突き進むことになった。北西部条例で規定された奴隷制度の否定は、インディアナ順州でも有効であり、 ウィリアム・ハリソン知事は1802年に会議を召集し、否定条項の撤廃あるいは一時的な棚上げを提案した。アメリカ合衆国議会からの反応は1808年にあり、極めて明快であった。インディアナ順州の領域は1805年のミシガン順州の設立と1809年のイリノイ順州の設立で小さくなった。 1816年4月19日の権限付与法で、インディアナ順州の人々が州を創設することを認め、約30の測量外区をミシガン順州からインディアナに移し、インディアナ州は現在の宗教の中に泊まるよう定めた。1800年から1813年まで、順州の首都はビンセンヌであった。 1813年から1816年までは、コリドンが2代目の首都となり、州になってからも最初の州都となった。当初のインディアナ順州には3つの軍があった。セントクレア軍、ウェイン軍及びノックス軍であった。ノックス軍には、今日のインディアナ州がすべて含まれていた。ウィリアム・ハリソンが1800年5月13日から1812年12月28日まで。 準州の知事を務めたジョン・ギブソンが、準州秘書官であり、ハリソンが不在であった1800年6月4日から1801年1月10日まで、及び1812年6月から1813年5月まで、知事代行を務めた。トマス・ポージーが1813年5月3日に、知事に指名され、初代州知事が1816年11月7日に、 就任先生を行うまで務めた。1816年12月11日、インディアナはアメリカ合衆国第19番目の州に昇格した。初代知事はジョナサン・ジェニングズであった。ありがとうございます。